んこんにちは、めぐみです。今日は日本の居酒屋での日本語について考えていきたいと思います。では一緒に店員さんとお客さんの会話見ていきましょう。いらっしゃいませ。お席は禁煙と喫煙どちらがよろしいですか？禁煙席をお願いします。かしこまりました。こちらへどうぞ。はい、今の会話詳しく見ていきたいと思います。まず店員さん、いらっしゃいませ。これは大丈夫ですね。ファイン・グワンリンですね。そしてお席、座る場所のことです。お席は禁煙と喫煙どちらがよろしいですかと聞いていました。この聞き方よくあります。 A と B とどちらがいいですかの意味です。いいですかの敬語、よろしいですかを使っています。今回はタバコを吸う喫煙、タバコを吸わない禁煙の2つでしたが、例えばテーブル席とお座敷とどちらがいいですか、椅子に座って食べるスタイルと畳でそのまま正座をして座るお座敷とどちらがいいですか、どちらがよろしいですか、こんな風に聞かれることもあります。はい、そしてお客さんです。禁煙席をお願いします。何々をお願いします。おの前に自分が欲しいものかを入れます。禁煙席、タバコすいません、禁煙席がいいです、禁煙席をお願いします。こんな風に使うことができます。あとね、かしこまりました、これはわかりましたの意味です。こちらへどうぞ言っていました。今回の会話は禁煙席と喫煙席どちらがよろしいですかでしたが、時々今日禁煙席がいっぱいです、もう席がありません、こういう時もあります。こういう時店員さんは、お席は喫煙席のみですがよろしいですか、こんな風に聞くことがあります。喫煙席のみ、これはだけの意味です。喫煙席だけですがいいですかという意味です。これ答えるときは、あ、はい、大丈夫ですか、あ、すみません、ちょっと違うお店探します、こんな風に言うことができます。いらっしゃいませ。お席は禁煙と喫煙どちらがよろしいですか？禁煙席をお願いします。かしこまりました。こちらへどうぞ。ではさっきの会話、もう少し日本人のスピードに合わせて速いスピードで聞いてみましょう。いらっしゃいませ。お席は禁煙と喫煙どちらがよろしいですか？禁煙席をお願いします。かしこまりました。こちらへどうぞ。どうでしたか？今日はちょっと長かったですから、早く感じた人も多かったのではないかなと思います。何回も聞いて耳に鳴らしていきましょう。では今日の単語見ていきたいと思います。お席、お席、禁煙、禁煙、喫煙、喫煙、どちら、どちら、居酒屋、居酒屋、カウンター、カウンター、これは席の種類のことです。こんな感じの席です。みんな同じ方向を向いて食べます。カウンター席と言ったりします。座敷、座敷、こんな感じ。畳の
部屋で正座とかをして座って食べるスタイルです。時々をつけてお座敷と言ったりもします。テーブル席、テーブル席、これはテーブルと椅子があるスタイルの席のことです。個室、個室、はい、個室はこんな感じ、まあ、小さい部屋で自分たちだけで食べたり飲んだりすることができますから、周りの人にこう気を使わなくていいです。人気があります。カップルシート、カップルシート、はい、これこんな感じです。はい、彼氏と彼女で一緒に二人で座れるようなソファーとか小さな席になっています。立ち飲み、立ち飲み、漢字の通り立って飲むスタイルのことです。立ち飲み屋っていうのも日本にあります。一杯とか二杯ちょっとお酒を立ちながら飲んで帰ります。こんなことをする人たちもいます。では今回の豆知識を見ていきましょう。皆さん、日本でお酒やタバコは何歳から OK ですかと知っていますか？実は台湾とは違って20歳、20歳からタバコとお酒、OK になります。それで居酒屋に入る時にも、その入る前に年齢を確認されるところもありますし、例えばお酒を注文する時に若く見える人には何歳ですかって年齢の確認をされることもあります。また最近日本での法律が変わって、居酒屋全体が喫煙かタバコを吸うことができる居酒屋だと20歳未満は入店できないことに法律で決まりました。それでお子さんを連れて居酒屋に行こうという時に、お子さんは入ることができません。こういうこともありますので注意しましょう。お子さん入ることができる居酒屋もありますが、居酒屋自体ちょっとね、暗い空間になっています。窓がたくさんあるわけではありません。でタバコを吸う人たちもいますから、空気がね、ちょっとやっぱりタバコの匂いがしたりとか、お酒の匂いがしたりしますので、妊婦さんとかお子さんがいる家族は、居酒屋よりも普通のレストランとかにね、行くこともおすすめです。ただ居酒屋、とても面白い日本の文化ですので、行ける人たちはぜひ居酒屋に行ってお酒飲んでみてください。今日の授業どうでしたか？また次回の授業でお会いしましょう。さようなら。お席、お席、お席の準備ができています。お席の準備ができています。禁煙、禁煙。このエリアは禁煙です。このエリアは禁煙です。喫煙、喫煙。喫煙席をご希望ですか？喫煙席をご希望ですか？どちら？どちら？禁煙席と喫煙席、
どちらがよろしいですか？禁煙席と喫煙席、どちらがよろしいですか？居酒屋、居酒屋、あの居酒屋は人気があります。あの居酒屋は人気があります。カウンター、カウンター、カウンター席は空いていますか？カウンター席は空いていますか？座席、座席、今お座敷はいっぱいです。今お座敷はいっぱいです。テーブル席、テーブル席、テーブル席をお願いします。テーブル席をお願いします。個室、個室、個室を予約しました。個室を予約しました。カップルシート、カップルシート、カップルシートはありますか？カップルシートはありますか？